この灯台は昔からあるものだ。僕が教練院を卒業した後、改修に携わった。でも今日君たちをここに連れてきたのは、これを紹介するためじゃない。ただ想像してみてほしい。もし君たちが建物を一つ設計するとして、それはどんな形にしたい？どう建てればいいとか、そんなことは考えなくていい。自分の中で一番美しいと思う建物を想像して、それを書いてみてくれ。どんな建物でもいいんですか？ああ、君たちが美しいと思うものなら何でも書いていいぞ。建物だけじゃない。木だろうが海だろうが庭園だろうが、君たちが好きなら何でもだ。僕の経験上、建築をちゃんと学ぶならまず興味を持つことだ。それを単なる仕事として考えるんじゃなくてね。建築を学ぶことは大変だ。卒業してデザインをするようになってもそれは変わらない。自分がデザインに参加したプロジェクトに共感できなければ最後、その生活は耐え難いものになる。だから少なくとも今日はみんなの好きなようにデザインしてみてほしいんだ。何も考えなくていい。彼らにはこれから今日のアイデアを修正する時間がたっぷりある。どうだ、君も一枚描いてみないか。今日はこの妙論派の星たる川辺先生がただで教えてやるぞ。普段なら少なくとも1コマ30万モラなんだからな。